クラシック音楽好きの皆さん、おはようございます。エルバイラ・ドゥーベンドーです。これがクラシックなクラシック音楽のクラシカルクラシックのクラシックです。今日は素晴らしい経験を一つ楽しんでいただきます。私が書いた詩を一つ読んであげましょう。さて、音楽を少し上げていただけると、私の最初のセレクションを読ませていただきます。スポーツ靴下へのオードです。靴下へのオード？なんだろう。まあ、もう少し音楽を大きくしよう。スポーツ靴下へのオード。君を買った時はとても新しく見えた。綺麗で明るく思わぬ白さで輝いた。履いてみると足が汗をかき、その匂いは誰もが忘れなき。今は君を洗うと新しく見えるが、子供とのサッカーの後なら洗わずに捨てるさ。どれで誰もうちのラジオ曲聴いてくれないわけだ。もうちょっとボリューム上げてやろう。うん。ああ、じゃあ、あ、じゃあ、こんなことあり？恥をかかせてなんてことをしてくれるの。それでもプロと言えるの？あれを死と呼んだ君もだ。あなたはクズだ。あなたは間抜けだ。ありがとうエルバイラ、これで一日が良くなったよ。エルバイラって誰を思い出されるかわかる？いや、誰？カン・ナオトだよ。あんまりだわ。おいもうよせ、やっぱり本当の人間を雇えばよかった。みんな一生懸命やっているのに、あれほどきついことは何で言うの？そうかそうか、ごめんごめん。エルバイラ。はい。明るく行こう。さて、みんな、問題は分かってるね。うちの放送局はほとんど誰も聞いてくれていない。終わりだよ、このままじゃ。みんな、私の詩は大好きでしょ？誰もくっさい靴下のことを朝ごはん食べながら聞きたい人はいないよ。昼の時間は？実を言うとこのラジオ局は潰れてしまいそうだ。何かがいる。スタントでも今の調子をなんとか回さなくっちゃ。それで、ははは、これがそれだ。何なの？それマネージャーの辞表？いや。残念だわ。ラジオを聞いてくれているリスナーからの手紙だよ。ある男の子、ダドリーダンプリンが完全なる幸せの秘密を見つけたらしい。そう。その意味は分かってる？うん、多分幸せな子供じゃないの？いや、そうじゃない。意味はもっと高い評判だ。さて、この子を見つけて密かにこのダドリーダンプリンを掴むことができたら、自分の賞を与えることができる。リスナーのみんなに幸せの秘密を教えてもらったら、絶対にリスナーの数が上がるはずだ。でも捕まえるって。それともここのみんなをクビにした方がいいのかな？いや、そう。じゃあみんな外に行ってインタビューをしてほしい。このダドリーダンプリングを誰かが見つけてこい。彼を立て上げセレブにするんだ。そしたらバーン、彼を捕まえてここに隠す。そして時間が来ると録音した彼の声をリスナーたちに聞かせるんだ。幸せの秘密を少しずつ聞かせるんだ。でも男の子を捕まえたら幸せじゃなくなることない？いい点だ。タイミングは悪い。いいか、その秘密が本当だったら絶対に売れるはずだ。ギャンブルだけどステージ上じまいをするよりはいいじゃんと思わない？ん？もし捕まったら釈放はしてくれるの？ああ、もちろんね。ただ捕まるなよ。怪しいな、今のは。フロイドは厳しい男だ。厳しくって悪いやつだ。うん。さて、外でやるインタビューは2時間以内だ。バニー、レコーダーは持った？もちろん。エルバイラ、質問は持った？はい、ただ私のようなビッグなタレントがこのような低い役を受け取ると。その体重では低くなろうと思ってもなれないような気がするけど。え、ひどい。私のファンが私を待っている。
すみません、ダッドリーダンプリングのことは聞いたことありますか？聞いたことないわ。新しいデザートなの？いや、聞いたことないね。おや？君はエルバイラ・ドゥーベンドじゃない？はい、そうですよ。君、靴下の話したんだっけ？カット。すごく吐きそうだったよ。カット、カットだってば。ダッドリーダンプリング、ダッドリーダンプリング、ああ、知ってるよ。とてもいい子だ。近くに住んでるよ。公園でいつも周りの子供たちにいじめられていたよ。少し太り気味で眼鏡をかけていて、いっつもいじめられているんだ。甘えん坊と呼ばれていた。でも私よりもよくダドリを知っている子がいるよ。誰？友達のジョイだよ、そこにいる。ダドリは僕の一番の友人だよ。ある時学校で授業に座っていると周りの子たちがダドリのことを笑い始めた。おい、ルイース。何？ダドリの好きな子を知っているよ。誰それ？エイミーだよ。子供たちはみんな彼の体重、彼の眼鏡、そして彼が恥ずかしがり屋だったことをいつもいじめていた。ダドリー、眼鏡だよ。腕、いけ、頑張れ、頑張れ。よし、戻ってこい、戻ってこい。僕たちがお友達だったから誰もチームに入れたくなかった。ねえ、やってもいい？お前たちは場所の無駄さ。寂しかったよ、彼は。そんな寂しい話聞いたことがないよ。エルバイラ、しっかりしてくれよ。でもダドリに何かがあった。あの悪ガキどもがまたまたダドリに悪いことをしたら、今度はただじゃ済まさないよ。あ、ごめん。ある日、ダードリーがおじいちゃんと話していた。彼が悲しくなっておじいちゃんに。じいちゃん。ん？なんで僕はこんなにどうしようもないの？何？ほんとさ、僕クズだ。ダードリー、そんな風に話しちゃあかんぞ。わかった？神様には君はとっても大切な子供だ。いいな？え？そうは思えない。それは神様を目を通して自分を見ようとしてないからだよ。自分のことをかわいそうだとばかり思っているから。それが一番簡単だからかな。ダドリー、何回も神様の愛について話したことはあるよね。イエスがこの世に来て私たちの罪のために死んでくれた、その話を覚えてるでしょ。イエス様が私たちのことを愛したから十字架にかけられ、私たちの罪の罰を自分に受けてくれた。これが神様の愛なんだ。その愛をダドリーはもう受け入れなくちゃ。なるほどね。おじいちゃんの言ってることはよくわかる。でもそうしたら神様はお友達もたくさんにしてくれるかな。それで人気者になるの？なんとも言えないね。やっぱりね。ダドリー、いろんなものが人を変えるんだ。お金で人は優しくなるか、ずうずうしくなる。知識で人は賢くなるか、傲慢になる。でもイエスは人を、子供を心から変えていくんだ。神様が変えた人は永遠に変わるから、それが心から始まるから。それでダドリーが恥ずかしがり屋でいじめられているなら、それがすぐに変わるとは限らない。絶対にイエスが心に入ると最初に要求するのは、自分を嫌う人を愛すること。あちらを、その通り。心から私たちが変わっていくんだ。ダドリーを通して彼らも変えられていくかもね。そんな風に考えたことないね。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。主イエスの愛を心に受け入れると、神様の目で人が見れるようになる。自分のことをかわいそうにと思う必要はないさ。愛されたいのなら人を愛することから始めなくちゃね。僕と一緒に祈ってくれる？もちろん一緒に祈るさ。神様、子供で言えば僕はすごくない。
怠けるし食べすぎる。それに自分をいつもかわいそうに思っている。その方が人を愛するより簡単だから。僕はいじめられるけど同じような罪を犯している。僕を許し心を変えて新しくしてください。神様に喜ばれる特別な子供にしてください。イエス様の皆によって、アーメン。すごかったよ。おじいちゃんは何て言ったか分かんないけど、ダードリーは本当に変わった。本当に変わったけど、その理由がわからないの？このイエスって誰なの？初めて聞いた。有名人なの？彼女はイエスって聞いたことはないの？エルバイラは変わっている。彼女が気にするのはクラシック音楽とエルバイラ・ドーデンドルフだけ。近くに住んでるの？仕事は何をしてるの？ダードリーのおじいちゃんの話では大工だって。大工か。これはすごい。バーニー、チャーリー、早くダッドリーの家に行こう。すごい話だ。私の靴下の話よりもいい話だ。何であってもそれよりはいいよ。よくないよ、カバンで叩いちゃ。じゃあ怒らせないでちょうだい。あの家に行きましょう。さあ、着いたよ。よし、みんな降りた降りた。あれま、こんにちは。ダドリーを探してるんですけど。ここがダドリーの家だよ。私がおじいさんさ。あなたがダドリーじいちゃん？彼だ彼だ。なんて優しい思いやりのある人でしょう。噂はたくさん聞いてるわ。ダドリー、それとダドリーのあのお友達、名前なんだっけ？キリスト。イエス、キリストだよ。そうそう、大工ね。きっとこの家を作ったでしょう。まあ実は私アーティストが大好き。手で物が作れるなんて。たくさん作った。何を作った？これ全てを作ったのさ。すごい、さすが。気に入った。この作り、この才能すごいわ。ごめんなさい、エルバイラさんは。勘弁してやっておくれ。今朝の靴下の詩を書いた人。あの後は朝飯が食えなかった。ご飯と匂う靴下は合わないよね。あの孫はいらっしゃいます？インタビューがしたいんです。実は手紙をいただき、完全な幸せの秘密を見つけたとか。すっごいここ。はい、その通りですが、今ここにはおりません。彼はどこにいるのかわからないです。消えてしまいました。消えた？そりゃやばい。ダドリーを見つけなかったらお前は全員クビだ、クビだ。マネージャーってすごく怒ってるよ、チャーリー。大変だ。さあ、ダドリーはどこ？早く話がしたい。エルバイラ、すごいね。あの大工は本当にいいが作れる。人もね。ねえ、何を待ってるの？エルバイラ、探しているダドリーが実は行方不明だ。まただ。ああ。多分大丈夫でしょう。あのようによく気絶するの？いや、でももっとたくさん気を失ってほしい。その方が静かだから。とにかく孫が見つからないからクビでしょう。フロイド・ボンゾは厳しいし、できないは答えにはならないから。私が役に立つかも。実は数週間前に始まった出来事だった。その時はダドリーが部屋にいた。学校ではいつもいじめられていたんだ。彼はいつもの自分じゃない気がした。ダードリー、マリサがトイレの鏡を使っているから君のを使うね。ダードリー、なぜそんなに泣いてるの？頭が痛いわ。私に言わせれば、新しい方式が必要だ。いじめられたらどうするの？許すだけさ。いかんて、それだけじゃ。もっと怒らなくちゃいかんて。空手を覚えて、戦わなくっちゃ。はーや！しまった。じゃあね、ダドリー。ランプはごめんね。かわいそうなダドリー。ランプまで彼のせいになっちゃって。
エルバイラの調子は？こことトワイライトゾーンの間どっかにいるみたいだ。そうそう、ダドリーも同じようなところにいた。お父さんとお母さんはどうしたの？最近の多くの親と同じでね、忙しかった。忙しすぎたね。例えば2週間ぐらい前。お父さん、この算数の問題手伝ってくれる？え、何？あ、ごめん。今ミーティングあるんだ。お母さんに聞いてくれる？ダドリー、ここにいたんだ。母さん、ここの問題に問題があるんだけど、ちょっと。ごめん、今は店に行かなくっちゃ。その後は合唱だ。犬は頼んだわね。それと算数、宿題はやってよ。先生がちょっと分かってないって言ってたんだから。そうなんだ、だから。それとゴミも出しといてね。アイスクリームは絶対に食べないでよ。体育の先生があなたが息苦いをしょっちゅうしてるって言ってたんだから。聞いてる？今日は9時までに寝るのよね。また明日ね。明日ね。いい親だったんだけど、忙しすぎただけ。ところで二人のお姉さんがいるって知っていたよね？いや。そうだ、メリセントとオーペル。メリセントとオーペル？そうだ、でもあまり役に立たなかった。ボーイフレンドでさ、メリセントのボーイフレンドが遊びに来ていた。彼がダンプリングお父さんの車洗いを手伝っていた。わあ、フェンウィーク、お父さんの車をこんなに綺麗にして、お父さんがすごく喜ぶよ。メリッサ、なんでもないさ、流せば終了だ。おい、弟だ。ヘイメリッサ、ヨーフェンリック、野球は？ダードリー、フェンウィックはそんなのやりたくないよ。え、やりたいよ。フェンウィック、今日はデートでしょ、私たち。あ、そうだった。今思い出した。へっ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 へ。デートだ、そうそう。あ、ごめんごめん、ダドリー。ダドリー、ホースの前に立ってどうするの？よっぽどの間抜けだね。ごめん。やあ、オーペル。ヘイ、あれどうしたの？こうしたの。これ面白くない。怒って帰らないでよね、ダドリー。そう、ただ帰んな。フェンウィックはおもちゃが足りないハッピーセットみたいな男だったんだよね。わかる？メリセントもポテトの M サイズにはちょっとポテトが足りないみたいだね。私がわからないのは、誰がメリセントとオーペルという名前をつけるの？上。起きてきたみたいだよ、ボス。チェ、ちょうどこの静かに慣れてきたのに。水。おじいちゃんが唯一ダドリーへのつながりだ。なんとかならないでしょうか。実は一つだけ見つかるかも。どこ？どこ？教会だ。教会？どうして？ダドリー喜びのもとを見つけたのでは？見つけたよ。でも。でも何？教会というのは何か足りない時に行くところじゃないの？多分彼には疑いがあった。疑い？あった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 。彼女を肩に乗せてもう行こう。ダンプリングじいちゃんの話ではここがそうだ。確かにこれは教会だ。あとはホーレスワームスラッター牧師を見つけるだけさ。頭がなんて頭痛だ。痛みが。また頭に私が落としたわね。エルバイラ、寄せよ。ここは教会だから。ちょっとだけお利口でいてちょうだい。難しいって分かってるけど、頑張って。ここはもっとよく来るべきだよね。ダドリーなら知ってるよ。彼は先週来たばかりだ。そうか、やっぱりここでよかったんだ。確かちょうど帰ろうとしていたところだった。いつものように街道を通ったらそこにいたよ。
ダドリー、君だね。アーメン。あ、いや、こんにちは。よくここに祈りに来るの？いや、今日だけ。救われることをじいちゃんから聞いたばかりだから。それは素晴らしい。優しいおじいちゃんだね。話をしたら笑わない？もちろんさ。自分の罪が許されていることを信じているけど、たまに迷うんだ。わかる？罪人だとわかっているね。それは誰が見てもわかる。僕はあまり賢くないから。罪のためにイエスが死んでくださったことを信じている？それはそうさ、もちろんだよ。僕にはとてもありがたいことだから。イエスの救いを受け入れると永遠の命があることは信じている？難しいけど、それも信じているよ。誰がいつまでも僕のようなメガネデブと一緒にいたいと思う？ダドリーを愛してくださる神様さ。多分それが一番信じにくいね。聖書には第一ヨハネに次のように書いてある。5章11から13節。その証とは、神が私たちに永遠の命を与えられたということ、そしてこの命が御子のうちにあるということです。御子を持つ者は命を持っており、神の御子を持たない者は命を持っていません。私が神の御子の名を信じているあなた方に対して、これらのことを書いたのは、あなた方が永遠の命を持っていることをあなた方によく分からせるためです。気持ちじゃない、信じて救われるんだよ。そうなんだよね。神様は信じてほしいだけなんだ。なんて優しい子なんだ。牧師先生、病院の患者を訪れる時間です。もっと役に立ちたいんだけど。ありがとう、牧師さん。よかったら聖書をプレゼントするよ。先週ダドリーにあげたばかりだ。聖書？そうだ。何が？公園で見た聖書だよ。行こう。なんで俺パペットなんかやっとったんだ。チャンスを与えるだって、優しくしてやるだって。優しく？パペットは考えることさできないのに。ノーナスの延長へとって、聞いてくれる人はいるわけないさ。お金はない、全然ない。そっから中にちっちゃな足跡がある。もうダメ、もう終わり。今の読み返して。パペットには考えることができない脳なしの連中だ。君のことじゃないからね。君のことはいいようにしか思ってないから。人間で言えばマネージャーさんも天才とは言えないと思うけど。以上、グラです。連中だ、分かってる。だから車の携帯電話があるんでしょう。分からないよボス。見つかると思う？もしもし、フロイドだ。優しい声が聞けて嬉しいです。よく聞け、このセサミストリートのクズ。きつく言わなくてもいいでしょう。マネージャーの手下は楽じゃない、わかる。でも怒鳴ってばかりいると真剣に話がしにくい。退屈退屈。グラネス、高血圧の薬くれ。1時間以内にダドリー見つけなかったらみんなクビだ。わかったか、クビだ。みんながお前たちを箱に入れておもちゃ屋さんに疑った時にダメだと言ったのは誰だ。俺だぞ、この俺フロイド・バンゾーだろう。仕事を与えて雇ってあげたし、パペットを雇うのは気違いしかおらんだろう、この間抜けども。見て、ダドニルだ。しおりがある。その証しとは、神が私たちに永遠の命を与えられたということ、そしてこの命が御子のうちにあるということです。御子を持つ者は命を持っており、神の御子を持っていない者は命を持っていません。私が神の御子の名を信じているあなた方に対して、これらのことを書いたのは、あなた方が永遠の命を持っていることをあなた方によく知らせるためです。でもダドリーはどこ？1時間以内にダドリーから連絡がないとお前たちはみんなクビだ。
勘弁してくれ。脳なしだ。エルバイラ、泣くのはもうやめてくれよ。鬼野郎、私じゃないよ、あの子だ。あの子がどうしたのか、ちょっと聞いてくるから。チェ、私が困って泣いていたなら、私のことを心配してくれると思う？チョコと花をくれる？いや、避けられるだけがいつものこと。彼とあと3億人以上のアメリカ人もね。エイミー、泣かないでよ。ねえねえ、ちょっと、泣き声が聞こえたんだけど、何かがあったの？友達が何かを貸してくれて、それをなくしちゃったんだ。大丈夫。ダドリーは怒らないよ。え、ダドリーだって？ダドリーダンプリング？そう、ダドリーのこと知ってるの？いや、でもみんなで見つけようとしているんだ。おい、みんな、こっちだ。それで、あの泣き虫ちゃんはどうだった？エルバイラ、哀れみの少しぐらいは見せてちょうだい。そうだよ、哀れみはどうした？それに、彼らはダドリーを知ってるそうだ、でしょ？そうだ、カートとエイミー言ってんだ。ダドリーと同級生なんだ。じゃあ、すごく仲のいいお友達なんだ。いや、いつもそうではなかった。二人でよくダドリーをいじめた。彼をいじめなかった人はいたの？学校で始まったんだ。ダドリーはお友達がいなかったから、みんなが彼をいじめると恥ずかしいけど一緒にいじめたんだ。ある時、トイレで彼に会うと。はぁ、ここはデブキャンプ？デブキャンプ、デブキャンプ！トム、小学校にはちょっと年なんじゃないの？そうだよな、豚め。休憩時間も滑ったんだから。どうした？トム、何するの？一日に昼ご飯を4回も食べるのはダドリーだけだぜ。そんなには食べないよ。そうかね、お前のブルブル歩きが気に入らねえ。そうっす、ボス。いつも体育の時間にろくに走れなくて、このハゲ豚。眼鏡を取ってやれ。ちょっと待って、何をするつもりなの？目が見えない。ああ。下がっとれ、みんな。楽しむぞ。このデブめ。ふん。おい、みんな、行くぞ。メガネだ、ダドリ。あいつ、怖いな。なんで仲間なの？そうしないと俺もいじめられるからなんだ。おい、カート、早く来い。かわいそうなダドリこれ以上悲しい話を聞くと死ぬわ。早くもう一つ言っておくれ。哀れみ、哀れみだよね、エルバイラーちゃん。そうだ。おっとっとっと、ああ、いやいや。それで？カートだけに傷つけられたわけじゃないよ。ああ、助けてくれ、誰か。頼むよ。遊ぶ連中は別れる心配はないさ。それで、エイミー、続きは？私もいじめたんだ。まさか君のようなすごく優しい子も？それが問題さ、ダドリーも私を。同じように思ったから、優しい心を私が壊しちゃったの。ああ！待て、こら待て、こっち来い、待つんだ。それは学校で始まったのさ。先生が話をしていて、誰かが書いた手紙が私に来た。みんな、社会の教科書の190円ページを開いたら始めます。エイミーさんへ、
毎日君をクラスで見ると胸がワクワクする。君のことは僕は好きだ。とても目が優しく、とても友達になってほしい。カート、呼んでくれる？ハゲタカが長いこと、ね、自由、パワーとビジョンを表している。1782年にアメリカのエンブレムとして正式に使われるようになった。ベンジャミン・フランクリンは七面鳥の方がふさわしいと固く論じた。カート、よく読みました。次は誰が読みますか？先生、先生、誰かからの手紙だよ。やっば、見せて。誰が書いたかわかる？はい、ダドリー君です。ダドリーが書いたの？はい、先生。授業が残ってよ。ダドリーはエイミが好き、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 ダドリーはエイミが好き。あー、隠れたいよ。ダドリーはエイミが好き、ダドリーはエイミが好き。あまり優しくなかったから。愛、愛のために人は変わったことをするからね。あー、ちょっと待ってくれよ。それでなぜいきなり気が変わったの？今朝変わったばかりなんだ。今朝公園に来るとダドリーがそこの木に座って子供たちみんなに聖書を読んであげていた。ええー、上手だったわ。着いたら14、15人の子供たちが地面に座って上を覗いていたから、うちらも覗いてみたんだ。ある時、金持ちの自然人がいた。名前はザーカイ。お金はたくさんあったけど身長は低かった。ある日、イエスが村にやってきた。村の人たちがみんなイエスの話を聞きに来た。ザーカイも聞きたかったけど人が多すぎて飛んでも飛んでも見えなかった。話がとても上手で本当にザーカイになっていたみたいだった。だからザーカイはみんなよりも先に走って木を登った。イエスがそこに来るまで座り込んでいた。間もなくみんなが木の下を通った。その中にイエスがいた。ザーカイはイエスが見れたからとても嬉しかった。すると急にイエスが止まってザーカイの方を見上げた。ザーカイは何と言えばいいかわからなかった。ザーカイ、降りてきてください。今日はあなたの家に泊めていただけませんでしょうか、とイエスが言った。ザーカイはイエス様が話してくださるだけでもびっくりしていたんで、すぐに木から降りてきてイエスを家に連れてきた。歩きながら人たちはザーカイをバカにした。イエスはなぜお前のような悪者の主税人と泊まるんだ、と聞いた。ザーカイも同じことを考えていた。でもイエスと話をしているうちに自分が今までしてきた悪いことをすべて反省し始めた。そうして言った。イエス様、私の持ち物の半分を貧しい人にあげます。そしてもし騙し取ったお金があるならそれを4倍にしてお返しします。イエス様は微笑んで言った。今日この家にも救いが来たのです。私が来たのは失われたものを探して救うためなのです。その話本当に答えたね。そうさ、ダドリーを愛している神様は僕をも愛してくれているんだ。あー、戻ってこいだろ。ちょっと聖書の話を必要としている2人がいるね。あのような話は初めてだった。その話をした後、僕たちにも話をしてくれて、エイミーに書いた手紙のことを謝ってくれた。その後は彼の聖書を読むために貸してくれたんだ。ダドリーが毎日をもっと正しく生きるためにその聖書を読むって言ってた。読んでいるうちにダドリーがどっか行っちゃったんだ。ダドリーがすぐ戻ってくると思って私たちは昼にいたの。彼女が泣いているのはその聖書をここに置いていって戻ってきたらなくなってたんだ。え、聖書だって？そうよ。はい、見かけましたか？ここにあるよ。公園に来たばかりの時に見つけたんだ。ああ、ありがとう、ありがとう、ありがとう。取りに行ってあげるよ。あ、あれ、信じられない。チャーリー、すごい本だよこれ。
嘘みたい。自分で見ても信じられない。こんにちは、こちらウォーリーウォーカー。リスナーからのコメントをどうぞ。ウォーリー、あなたはいつもダドリーダンプリングとやらが番組に出るとか言ってるけど、どこにいるの一体？すいません、今見つけようとしています。これって本当は何かの人気を高めるためのスタントでしょう。本当の喜びの秘密はあなた方はないんでしょう。うちの視聴率は下がっていくし、リスナーは電話で文句言ってるし。すいません、これでも一生懸命ですが。うちらの株主は怒るに決まってるし。グラリス頭痛薬をくれ。頭が痛いすげえ。はい、あ、グラリス頼むよ。彼ですよ、ダドリーダンブリング。あ、そう、ダドリー、お前なのか。早く電話局に電話して逆探知をしてもらえ。はい、すぐに。ダドリー、世界中みんながお前の声を聞きたがってる。そうそう、電話が鳴りっぱなしなんだ。火薬には僕はまだ早いかもしれない。あ、もちろん準備はできてる。忙しい？今何やってるんだ？聖書を読んでるんだ。あれ、まあ聖書勉強してるんだ、ダドリー。毎日読むんだ。友達にもたまに読んであげてる。当然そうでしょう。聞いて。逆探知取れた？もっと喋って。あ、ダドリー、今からラジオ局に来て放送に出ない？ステーションで。ちょっとだけ。聖書の吉明から読んでいます。主は仰せられた、強くあれ、大きくあれ。頑張ってるダドリー、本当に。恐れてはいけない、おののいてはならない。そう、それで取れたか。もう少しで取れそう。あなたの神主がどこにでもあなたと共にあるからである。あ、いいねいいね。ダドリー、こっちに来てよ。取れたか取れたか。ダメ。あ、聞いてダドリー、ダドリー。取れたみたい。アップルグローブ225号だ。おー、グラリス、お前が大好きだ。うん、あ、連中呼んでくれ。あの子を絶対捕まえるぞ。実は今まで聖書読んだことなかったけど、いいね。あまり気に入っちゃいかんぞ。それはエイミとカート君のためにダドリーに返すことになっているから。こちらチャーリー。ああ、チャーリー、聞いて。信じれないと思うけど電話が来たんだ、ダドリー君から。ちょっと嘘でしょ。ああ、とにかく彼の家戻ってくれ。そう、分かってる。でも彼の電話が逆断ちしたから、そこにいるんだ。なるべく早く連れてきてくれ。さあ、頼りにせるぞチャーリー。がっかりさせるなよ。ちょ、待っててよ。さーて、ピレモン、ちょっとだけ人間のふりをしててよ。もちろん痛くはないさ、ピレモン。イエス様のお話をしてあげるだけなんだからね。おじいちゃんが言っていた世界一いい人生を送った人って誰かわかる？イエスだ。僕を特別に作ってくれたって。君も神様は特別に作ってくれたよ。大きな美しい耳、そしてその悲しそうな目、それと君のダブダブの皮膚。でも神様がしてくれた一番大切なことって、僕たちの罪のために死んでくれたことさ。確かにイエス様が死んだことは悲しかった。でも僕たちの罪の罰を受けて死んだ後は蘇ったんだ。これがイースターって言うんだ。そして聖書が神様の御言葉なんだ。入っていいよ。やあ、おじいちゃん、フィレモンとイエス様の話をする練習をしてたんだ。彼はただの犬でしょ。知ってる。これは知ってるかな。たくさんの人がダドリーを探しているよ。それも知ってる。誰かがラジオ局のフロイド・ボンゾーに無名の手紙を送って、おかげで彼らは町の皆に本当の喜びの秘密を教えてほしいそうだ。心の準備がまだできてないのかも。私たちは皆自分の信仰について人に話すのは怖いんだけど。ああ、誰があの手紙を書いたか知りたいよ。新しいクリスチャンには神様の御言葉、聖書はとても大切なものでしょう。僕も毎日読んでるんだ。牧師先生がくださった聖書は今どこにあるの？カークとエイミーに貸してあげた。いいね。エイミーとかカークがその聖書を読み、神様が心を変えてくださるように今一緒に祈ろうかね。神様、たくさんの子供たちが僕をいじめるんだ。でも僕と変わらないところがあの子たちにもある。それは聖書を読んだ時、自分たちも神様の愛を必要としていることがわかること。だから神様、聖書と
おじいちゃんと、それからあなたの愛を、ありがとうございます。神様、本当の愛を分からせてあげてください。アーメン。ダドリー、ダドリー、あれ、どこへ行っちゃったんだ。よし、じいちゃん、あのガキのダドリーはどこにいるんだ。私たちはここの家の電話に逆探知をかけて、ここにいることは分かっている。告白するんだ。エルヴァイラ、君は拷問役じゃないんだから。大丈夫だよ。ただ申し訳ないが、お役に立たないみたいだ。ダドリーはまたまたどこかへ行ってしまったようだ。やっぱりテレビにすればよかったと思った。今度は絶対フロイドにクビにされるよ。ダドリーをまた失わかしたなんてとてもじゃないけど言えないさ。ダドリー、そんなに遠くはないと思うけどね。どういう意味だ。ダドリーは彼の喜びの秘密をピレモンと話していたんだ。ピレモンって誰。彼の犬だ。早くレコーダーを持っていてくれ。わかった。おじいちゃん、本当に助かったよ。知ってるが、でも、ピレモンって協力すると思う。とても親切ではあるけれど、彼は…エルヴァイラ、ラジオ局に連絡をして、すぐに放送しよう。ほら言ったでしょ、優しくって思いやりがあるって。フロイド、準備ができました。おっしゃ、期待してるぞ。準備はいいか。準備完了。さて、行くぞ。5、4、3、2、1。何なんだ。何かの雑音か、誰かがすごいお腹の問題があるみたい。おしまいだ。それだけか。チャーリーにだって。いや、フロイド。いる？フロイド。クビだ。それを止めろ。やば。クビだ。ダドリーの秘密は動物のためじゃないよ。人のためなんだ。え、なんで教えてくれなかったの。そうしたかったけど、チャンスがなくて。もう、これで仕事がない。ちょうどダドリーがまた行方不明になる前、一緒に祈っていたんだ。私たち今祈るといいかもね。祈りはクリスチャンの生活にはとっても大切だからね。でも僕はまだクリスチャンじゃない。気にしなくていい。神様は私の祈りを聞いてくださるから。神様はチャーリーをも愛してるけどね。新しい仕事に就く。同じ仕事をまた与えてくださるのかもね。神様、チャーリーとお友達にうちの孫を見つけるのを助けてやってください。たくさんのものがこれにかかっているから。仕事、幸せ、喜びと平和を分かち合う機会。ダドリーがどこにいても助けてやってください。いい子だけど、神様の力を必要としています。彼を見つけさせてください。そしてチャーリーとお友達が心に神様を見つけることができるように。特にフロイドがね。助けてください。イエス様の御名によって。アーメン。もうやめるだわ。みんな頑張ったけど失敗したみたい。ラジオ局に戻りたいよ、チャーリー。ぶっ続け2日間も探しているから。フロイドにクビにされた。もうやめよ。なぜ自分にもその同じ質問をいつも実はしているんだ。それとエイミーの話とおじいちゃんの祈りを思い出したんだ。ザーガイがあれほど一生懸命イエス様を探すんだったら、私たちも同じようにダドリを探してもいいんじゃないの。どっちにしても私たちはクビなんでしょ。だったら私たちが喜びの秘密を探してもいいんじゃないの。みんなはどう思う。いいアイデアだ、チャーリー。一つ以外はね。何。
お昼は誰が買うの？そう、誰が買うの？俺が買うよ。ひょっとしたらダドリーもデカパンバーガーにいるかもしれない。そうだよ、もう早く行こうよ。フロイドが私たちをクビにしたのにかかわらずダドリーを探し続けた。きっとボスをかわいそうに思ったに違いない。ラジオ局はめちゃめちゃだったから。私たちはまたまた冒険に出かけた。当然の場所から始めた。ダドリの教会だってその日は日曜日だったから。ちょうど教会のみんなが出てくるところだ。すぐに、おいおい、起きろ。何？エルバイラ、起きるんだ。え、こちらはクラシカルクラシックのベスト、クラシックを放送するエルバイラ・ドゥ電動です。中身は大丈夫か、エルバイラ？はい、ダドリは今日来ていましたよ。実は彼はバプテスマを受けたばかりなんだ。バプテスマ？はい、イエス様を救い主として信じ受けたときに、それを公に表すために受けるものなんだ。あのダドリって本当にいい子なんだね。いつもそうだったわけじゃないよ。学校では恥ずかしがり屋だったし、子供たちがよく彼をいじめていた。でもそれでもごく普通な子供として教会のクラスでは活動していた。例えば日曜学校のクラスではダドリーは学校とは違って自分からいたずらをしていた。とてもいい子とは言えなかったね。この立法の書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさまなければならない。そのうちに記されているすべての守りを行うためである。そうすればあなたのすることで繁栄し、また栄えることができるからである。ダドリー、また君だった？今の。はい、そうです。はあ、分かった。クラスの皆さんはレッスン読んでいてください。ダドリーはちょっと前の方に来てちょうだい。ところで、ダドリーはなぜ教科に来るの？いつも親に来させられてるから。多分親は普通の学校にも行かせてると思うけど、でも違いはあるんだよね。そこ普通の学校では競争が激しくて成績で全てが決まるんでしょ？ここでは神様との関係と自分の自制が大切になるんだ。教会では考えることだけではなく心のことも強調するんだ。ダドリ、イエス様はとても愛しているんだよ。知ってる？君、そうだ。彼の教会に対する態度は残念ながらあまり変わらなかった。今度はダドリーのおじいちゃんに話をすることにした。なぜお父さんとお母さんじゃなくておじいちゃんなの？忙しすぎたんだ。親は教会には忠実に来ていたけど、終わったらすぐに帰ったし、ダドリーのこととか私が何を教えているかを何も聞きには来てくれなかった。多くの親は同じで無関心なんだ。ダンプリングさん、残念ながら孫はクラスでは最近暴れてばかりいるんだ。申し訳ないね、ロングフーパーさん。ダドリーは最近調子が良くなくて、彼はいじめられていて、こうして彼も逆に攻撃をしているんだ。彼とはイエス様の救いの話をしたことはありますか？いや、家族の皆は先生がそうしてくださっているとばかり思っていたから。あ、はい、もちろんそうしていますが、でも家でも神様の話をすることを私たちは期待しています。そうしないと教会で学んだことの意味がつかめないことがあります。ありがとうございます。ロングフーファー先生が言ってくださったことがダドリーの人生を大きく影響するかもしれない。その数日後にダドリーのおじいちゃんがダドリーにイエス様を自分の救い主として信じ受けることの大切さを説明しました。ダドリー、何回も神様の愛について話したことがあるよね。イエスがこの世に来て私たちの罪のために死んでくれた、その話を覚えてるでしょ？イエス様が私たちのことを愛したから
十字架にかけられ、私たちの罪の罰を自分に受けてくれた。これが神様の愛なんだ。その愛をダドリーはもう受け入れなくちゃ。僕と一緒に祈ってくれる？もちろん、一緒に祈るさ。そして今日、彼はバプテスマを受けました。彼はイエス様を自分の救い主として信じ受けたことを教会のみんなとお友達のみんなに知らせるための証として洗礼を受けたわけです。実は礼拝のちょうど前に私が彼のバプテスマのローブを着るのを手伝ったばかりだったんだ。ロングフファーさん、なぜローブをするの？そうだね、ある教会では普通の洋服でバプテスマを授けるけど、ここでは自分の普通着を乾いたままにしておけるためにローブを使うんだ。それだけさ。なるほどね。いやあみんな、大切なのはなぜバプテスマを受けるのかを理解することなんだよね。それはイエス様が私たちの罪のために死んでくださり葬られた、3日後に蘇ったことを信じる印として受けるんだよね。僕たちがイエス様を信じるってことをみんなに知らせるわけなんだね。ダビデ、君はイエス・キリストを自分の救い主として信じ心に受け入れましたか？はい。罪のために十字架にかかって死なれたことを信じていますか？はい。父と子と聖霊の御名によってバプテスマを授けます。はい、今日ダドリーがみんなの前で自分がクリスチャンだってことを形にして表したんだ。彼は自分の信仰を隠すような子供じゃないんだよね。そういえばヨハネの福音書が3冊ある。そこにはたくさんのイエス様についてのことが書いてあるんだ。ありがとう。ロングフッファー先生、私たちは町中ダドリーを探してきたんです。どこにいるか分かりませんでしょうかね。今多分家にいる。でも今夜はここに来るはずだよ。今の聞いた？ロングフッファー先生ありがとう。また来ます。 OK、 これが俺の計画だ。なんとかして罠をかけなくちゃ。でもボス、罠を仕掛ける道具なんかないじゃん。バーニー、俺たちが罠だ。教会で待ち伏せだ。バーニーは街道で待っていて、俺たちは地下に行くでしょ。エルバイラ、エルバイラ、なんて素晴らしい本なんだ。私のリスナーみんなに勧めよう。お前にはリスナーはいない。俺たちはクビだ。お友達、それをお友達に勧めよう。それもいないよ、彼女には。靴は履いてもいいのかな？靴は履く？食べたの？靴を。エルバイラ、ここは教会だ。神様を拝みに来るところだぞ。バニー、お前はそっちだ。エルバイラは一緒に来い。本当になんてこっちゃこりゃ。来てくださってありがとうございます。今日が初めてなんですね。今夜は礼拝後、地下で交わりの時間があります。よかったら来てください。食べ物と飲み物も出ます。やったね。あー、食べ物は大好きだ。信じられないよこれ。素晴らしいね、ここ。私も今までなぜ教会に行ってないの？誰も誘ってくれてないから。今朝バプテスマを受けた若者たちはみんなに自分たちがクリスチャンであることを知らせました。それでも信者たちの集まりの教会のメンバーになることによって誠の神様の家族の一員であることを示しています。そしてその教会の中で私たちは私たちの時間、才能、そして支援の責任も持つことになります。そして教会以外の人たちへの愛が成長し、お互いの愛も強められるのです。そしてその支援は母国以外に外国でも示されることになります。
最高だ、これ最高。本当にいつもとは違う話だね。当然と言えるかもしれない。聖書にはイエス様が言ったことが記録されている。あなた方に新しい戒めを与えましょう。あなた方は互いに愛し合いなさい。もしあなた方の互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるんです。こんにちは。最近来たばかりですか？はい。お会いできて嬉しいです。お仕事何ですか？仕事はしてない。明日からまた就職活動だ。だからこのクッキー食べているんだ。じゃあ私のもどうぞ。神様のものだし、私たちを愛してくれるから。やった、クッキーは大好きだ。愛されてる気がする。やった。すごいよね、ダッドリーもこの人たちと同じだったら本当に早く見つけたいね。そうだ、そうそう、そのためにここに来ていたんだな。バニー、バニー。チャーリー、焦らない焦らない。それがダッドリーの魅力の一つなんだよ。座ってばかりじゃない、実際でも神様のために生きる子だ。うん、悪くない悪くない。悪くない、結構良かったと思うけど。あ、結構良かったわ、ダッドリー見つけてから。もうクビにされたんだから指示する権利はないよ。思い出させないでよ。そのテープはうちらのでしょ。そうじゃない、ラジオ局払ったし、お前たちの給料払ったんだから、これは俺たちのものとして残す。みんなで今は聖書を読んでいるんだから、ありがたく思わなくちゃ。フロイド、そうじゃなかったら本当に憎みやすいやつだ。やっといいこと言ったね、バーニー。わかったわかった、ちょっと早まったかもしれん。でもすごいプレッシャーなんだ今。言い訳にはならない。よし、約束しよう。お前たちが24時間以内にダドリー見つけたらまた使ってあげよう。でもちょっと待てよ、曲を24時間以内に締めるんでしょ。全てをお前に任せるってことだ、チャーリー。やるならやるんだ。じゃあやることにするよ。考えてごらん、私たちがダッドリーを見つけなかったらボンゾーさんもクビだ。復讐は甘いね。復讐には甘いことはない。 OK、 2つ目のテープをかけて何か鍵があるか見つけよう。ダッドリーは彼の親と同じように一生懸命教会に参加し、礼拝を見逃すことはなかった。彼は日曜学校に行き、神様の御言葉を学んだ。私は道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰一人父の身元に来ることはありません。彼は神様に捧げ物をする大切さも覚えた。新聞配達の数は順番に増えてきたね。そうなんだ、そのお金の使い方はたくさんあるもんね。主のことは考えたことあるかな。聖書には人は神様に与えられたものに一人一人の責任があると書いてあるでしょ。聖書にはこう書いてある。この場合管理者には忠実であることが要求されます。じゃあ1週間に1000円もらえたらいくら神様に捧げればいい？普通は入ってくる収入の1割を神様に捧げるから、例えば2000円ならそれが200円になるね。200円？ 200 円なら簡単にできるさ。神様は喜んで捧げる人を喜ぶと言っている。もちろんもっとたくさんあげる人もいれば少なくあげる人もいる。でも捧げることはいいことだね。でもおじいちゃん、神様はそのお金をどうやって使うの？そうだね、神様に使える人たちの給料を払うね。宣教師たち、牧師たち、日曜学校の資料、教会の建物、そして冷房暖房などもね。もちろん貧しい人たちの援助も教会がしたい。神様に捧げたお金は全部返ってくるみたいだね。そうね、神様だから私たちの必要もちゃんとみんな知っていて、必要は全て与えてくださるのは確かだ。それだったらもっとあげたいね。だといいね。おばあちゃんとおじいちゃんはもっとたくさんあげたいんだけどね。でも神様からもらうためにあげるものじゃないから、神様は愛し従いたいから捧げるんだ。知ってる。それでももっとたくさんあげたいんだ、おじいちゃんみたいになりたいからね。確かにダッドリーには神様の働きは大切だった。本当に心温まる話だよね。それが問題なんだ。神様を愛するとてもいい子で、人生が大きく変わったばかりで、フロイドに紹介するのも問題ありかもね。信仰が試されるってこれのことだよね。
なんといってもこれめちゃめちゃだね。ダッドリーは一生懸命自分の教会の働きに参加した。親と同じように病院訪問も始めた。え、病院でだって？来てくださってありがとう。ヘイゼル・ベイトリー、一緒に過ごせて楽しいですよ。ラジオの音を小さくしますね。いつもエルバイラ導電動の放送を聞くんだけど、最近靴下の詩を書いて気持ちが悪くなっちゃった。家族みんなで祈ってるわよ。どうもありがとうございました。牧師先生が先ほど来ていて、息子がバプテスマを受けた話を。はい、実はね、ダドリーのおじいさんがイエス様の話をして彼は救われたんだ。とても誇りに思うでしょうね。そうなんです。でも最近あんまり気を使ってあげていないことに気づいて。努力はしてるけど。そうでしょうね。すみません。あ、ちっちゃなパペットたちだ。宇宙からやってきた人たちみたいだね。何かの規則はなかったっけ？大丈夫でしょう。そりゃどうでしょうね。昨日見えなくて転んでカートを倒しそうになっちゃった。はい、何か？はい、ダドリーダンプリングを探してるんですけど。ダドリーダンプリング？ここには何もないですけど、聞いたことないですね。パペット、いや、あ、ちっちゃな人たちなら閉まるようにいますよ。ありがとう。どういたしまして。手術を見たことある？いや、どうなの？結構簡単、ミシンさえあれば十分。実は私もよく。あれ、まあ、すみません、ダドリーダンプリングを見かけませんでした？いえ、私たちは親です。うちの教会の病院の働きがあって私たちは参加しているんです。どうぞお入りください。どうぞ。ラジオ局のものですけれど、ずっと彼を探していて、彼を見つけないとラジオ局の終わりなんですがね。あれ、あなたエルバイラ導電動なの？そうです。ギブスにサインしましょう。実は3日ぐらい前に誰かが無名の手紙を送ってきて、ダドリーが完全な喜びのもと見つけたとか。何？無名の手紙だって？はい。誰かわかるかもしれない。本当に？わかってるって誰なの？そして一人だけ彼がどこにいるか知ってる人がいるかもしれない。誰？まもなく台風の放送でございます。お待ちください。皆さん大変申し訳ありません。私たちダドリーを見つけるのにこれ以上のことができません。したがって喜びの秘密もわからないため、この放送局は閉鎖させていただかなければなりません。信じられない。リスナーの皆様には大変に申し訳ありません。誠の喜びの計画が結果として見つかりませんでした。ああ、無理。ベイトしまった。バカね、エルバイラ、あなたのサインが台無しになっちゃうし、ギプスが濡れるじゃん。誰か助けて。それで私たちはこの旅の最後にたどり着くことになった。それは長い旅であった。でも見ての通り、とても意味のある旅でした。ダドリのお父さんにはダドリの秘密の場所があると聞いた。彼が一人でいたい時に行ったところだった。僕は今クリスチャンだけど、どうしてそれでもみんなと会わないんだろう。ダドリー、理解しなければいけないのはクリスチャンになることが始まりに過ぎないことだ。おじいちゃんはダドリーが結構いいことをしていると思っているよ。クリスチャン生活は毎日生きるものだからね。ありがとうおじいちゃん、頑張るよ。いつまでもツリーハウスに隠れておられないね。ひょっとしたら神様から求めていたのは一人でいられることだったかもね。でもそうはしてほしくないみたいだ。もちろんだ。君はバプテスマを受けた、聖書を読んでいるし、教会にも通っている。学校のお友達にも神様のお話をしているよね。今泊まってほしいとは思えないね。そうはしたくないね、僕も。早く行こう。
神様、ダドリーをありがとうございます。神様についてたくさんの質問はあるみたいだけども、彼を助けるためにいろいろな人を与えてくださって本当にありがとうございます。神様にも私にもとても大切な子だから。神様、僕を罪から救ってくださり新しい命を与えてくれてありがとうございます。そして神様が与えてくださったおじいちゃん、日曜学校の先生、牧師さん、何かの問題があった時にいつでも話ができる人をも与えてくれてありがとうございます。イエスのお名前を通して祈ります。アーメン。ダドリー、あれ、お父さんの声に聞こえるけど。早くダドリー、時間がない。放送に出なくっちゃ。あれがダドリーなんだ。ねえねえ、サインもらえる？エルバイラ、今はそういう時間じゃないでしょ。やばい、エルバイラ導電動だ。やっぱりもうちょっとここにいよう。それほどひどくないでしょ。彼女が問題じゃない、彼女の死が。僕は手紙を書いてないよ。分かってるよ。あの、誰が書いたかは早くしないと関係ないと思うけど。何言うクロメ。ごめんなさいね。本当はこのダドリーってやつは最初からいなかったんでしょ、フロイド。ああ、でもやっぱりいないと思った。もうあのラジオ局は終わりだ、電源を切れ。ああ、でもこれ以上あの曲にお金かけるつもりはない、分かったか。最後だ。分かりました。お前はもう終わりだ、人間。なんで俺は人間を歌ったか分からん。あ、グラレス、もう終わった。残念な世の中だ、フロイド。流れに沿っていかなくちゃいかんね。フロイド、見つけたよ。何？ダドリーダンプリング、彼ここにいる。スタジオ B に出たから行こう。あー、遅すぎる。マーリーが今電話で電源を切れて言ったから今切りに行く。何、嘘でしょ。会いたくもないの、彼に。どっちにしろ人気を高めるためのスタントだったから失敗しただけさ。さあ、これで全部電源を切りに行ってくるよ。あれだけ頑張ったのに。はい、これが最後の給料ね。給料は忘れろ、フロイドも忘れろ。フロイドは何とかして私も忘れたいよ。そのまま計画通りに放送しよう。どうだ、みんな。やろう。もちろんさ。これは僕にはできない、おじいちゃん。もちろんできるさ。おじいちゃんも実は告白しなくちゃいけないことが一つある。放送局にあの手紙を書いたのはおじいちゃんなんだ。おじいちゃんが？でもなぜ、お父さん。それがね。よし、ダドリー以外みんな出ろ、早く。ああ、ええ、頑張ってね。頑張れ、できるぞ。はあ、おお、で、すげえ階段だ。はあ、早くバニー、ボリューム上げるんだ。これ以上早く行けないよ。なんでラジオ局のアンテナの部屋ってこの高いところにあるんだ。ダドリーに最近十分気を使ってあげていないね。神様には小さな子供も大切だって忘れちゃってた。やっぱり僕にはできないと思う。準備完了。ダドリー、準備完了だ。ダドリー、一緒になったことを忘れないでね。君には信仰がある。心から来ることを言えばいいだけさ。小さくしか感じない。あと30秒だぞ。まもなく大切な放送がございます。お待ちください。あと10秒だ。できるぞ、ダドリー。5、4、3、2、1。こんにちは、僕はダドリー。ダドリーダンプリング。歌手でもないし、俳優でもない、ただの子供なんだ。僕のおじいちゃんがこのラジオ局に手紙を送ったんだ。その中に僕が幸せの秘密を見つけたとおじいちゃんが書いた。でもそれは
本当は秘密じゃないんだ。秘密というのは自分だけしか知っちゃいけないものなんだ。僕は世界のみんなにこのことを知ってほしい。神様が僕たち子供も大人も愛しているってことを。だからイエス様がこの世に来て死んでくださったんだ。罪の許しと永遠の命と正しく生きる力を与えるために。聖書から神様が願っている人生を生きる方法と愛といいことをする毎日を教会でも学びに行くんだ。そこでお友達のみんなと一緒に成長し、神様に従えるように頑張るんだ。お父さんとお母さんの言うことを守ろうと聖書に書いてあるように努力はしているけど簡単じゃない。でも一番いいんだ。とにかく僕の幸せの秘密といったらこれさ。イエス様に従って生きているとそれが幸せなんだ。おじいちゃんどうだった？本当によくやったよ、ダドリー君。なんてバカですなんだ。決して遅すぎることはないよ、フロイド。ありがとう、そう言ってくれて。私たちも本当はダドリーから学んだことがあった。それは小さな人でも全ての人が他の人の人生を影響し変える力があるってことさ。僕は神を信じる大切さを覚えた。皆様にも神様の愛を受け入れてほしい。全てが変わる人生を。聞いている人たちでダドリーは本当にいい子だ。